小学生から中学生までの成長期限定アイドル。しかし桜学院とは単なるアイドルではない、なんと学校でもあるのだ。宇宙にもね、始まりがあったみたいね。ロボットをきっかけに皆さん今日は人生を考えましょう。ご自由。桜学院は最先端の宇宙物理学やロボット工学などの面白い授業を受け、日本の未来を変えるべく勉強に励むのだ。ということは、桜学院の学びや喜びを一緒に体験するだけで、見ているあなたも一緒に成長できるんです。そう、桜学院は教室エンターテインメントをお届けするまさに最終兵器アイドル。それでは成長期真っ盛りの生徒たちを紹介しよう。武藤あやめ、桜学院の生徒会長だけど、これは誰でしょう。こちら、アインシュタイン。武藤の答えこちら、はい、エジプト人。エジプト人。お勉強は全くできません。三好彩香、クールでド S。 おじさんには変わりないじゃないですか。この子は引かないね。松井愛理、桜学院で一番背がでかいが極めっぽう小さいんだよな。中本鈴香、実家の広島から根性で遠距離通学。今何時？今日も全力だ。堀内マリナ、落ち着きのなさは桜学院一。年中無休で動きっぱなし。飯田ラウラ、家庭的でお嬢様な子だ。だけどやったらやる。 OK、 やる。 OK、 絶対やる。 OK、 分かった。実は裏番という噂も。杉咲ねね、ねねね、肉野菜炒めのお弁当が食べたいのね。取られちゃうよ、どうしよう。基本食べることしか考えていない。なんかさっきお弁当の選ぶ順番のくじ引きをしてたんですよ。食べ物が好き。今日も腹ペコだ。佐藤ひなた、趣味はいたずら。それやるか、アイドルが普通。水野ゆい、幼く見えるけど騙されるな。見よ、この揺るぎない目線。そして顎に手、しっかり者だ。菊池モア、目指しているのはスーパーモアちゃん。これでいいのか、スーパーモアちゃん。田口花、サラサラヘアだけどプロレス命。元気があれば何でもできる、ショートフォルクレーンの田口花です。すごいね。ちなみに酒のつまみも大好きとのこと。磯野リノン、桜学院に転入したばかりでちょっぴりシャイ。でもレゲエが今もともと好きで、今プチンさんが好きって言ったんですけど、
今回はパパ B さんのことも書いてて、小5なのにプシンさんとパパ B さんか。以上、桜学院12名、正直かなり不安な生徒たちだが、彼女たちが教室エンターテインメントを通し目指さなきゃならないのは、なんとアイドルを超えたスーパーレディー。そう、マリリン・モンローやココ・シャネル、はたまた瀬戸内寂聴先生を目指すのだ。そしてこれまで今ナレーションを読んでいるこの私、森林が担任として目指せ寂聴先生ってな感じでいろんな授業をやってきました。しかし、日が照っているのに雨が降る天気のことを何の嫁入りというでしょうという問題でしたけど、こちら武藤の答えがこちら相撲の嫁入りっていう、こちら少年よ、こっちを見た、羽の匂いがするんだよ。そう、散々な結果だったのだ。そこで今回日本を代表するこんな偉い先生方を用意、奴らを一から叩き直すことに。それじゃあ桜学院がお届けする頭が良くなる面白教室エンターテインメントスタート。さあ、桜学院初めての公開授業、みんなの顔もちょっと緊張気味ですね。今日は桜学院の鬼校長がやってくるんです。はい、この桜学院に赴任してきました校長の倉本充です。放送作家の大御所倉本充校長、松本人志監督主演映画さや侍の企画ブレインをはじめ数々の大ヒット番組の陰にはいつも倉本校長の姿が。そしてミュージシャンとして多くの有名アーティストとコラボするなど、あらゆるジャンルの面白を追求する、まさに面白の鬼。そんな鬼校長から早速思いもよらないダメ出しが。で、これ席順このままでええの？今どうやって決めたの？今適当か、席も適当に座るっていうか、面白い席順にしや。はい、な、あのね、僕が校長に来たっていうことは面白いと思うことを本当にどんどんと君らの中から出してきて、それを形にしていきたいと思ってるんで、眉毛をどんどん出してほしいわけよ。うん、どうする席の決め方。だいぶ慎重順なんで？でかい声で喋って。お客さんとか慎重順で、なんか成長してその順番が変わってるとか、そういうのすごい楽しみにしてくれてるんで、そういうので違いが見せられたら面白いかなって。あ、いいんじゃん。実際やっぱ歩みももう慎重抜かされててるんでそれが結構見てる方も面白いっぽいんで。なるほどね。はいはい。ちょっとビビりながら桜学院整列。みんな負けるな。一番年下は一番年下か。あ、ちょっと5年生一番年下。あ、そうなんや。で、その上は6年生が3人で、11ははい、あ、で、12、はい、12一人や、はい、13、はい、あー、なるほどな。そらちっちゃいわ。そうかそうか。ということで、桜学院の売りである身長差を生かした席順で座ることに。しかし、鬼校長の面白追求はこれだけではなかったんです。先生入ってきたらさ、誰か起立、気をつけれとかやんの？先生が入ってきたら、なんかみんなバタバタって席について、ですんで、起立でなんとかなんとかって言って、俺もう一回入ってくるからさ。そんな感じのことで迎えてくれるかっていうのを今から3分あげるから決めて、はい、ね、パーター、はい、はい、さあ、面白お出迎えはできるのか。会長が起立って言ったらこう、そこはもう行っちゃう、行っちゃう。じゃあ、行ったら、わーって立って、起立、
おお、早速アイデア出てきたね。普通じゃないか、勢いいい感じするそれぐらいもうちはアピールしちゃいたいぐらいいっちゃうからじゃない。はい、そういう時もめっちゃ先生のこと見ちゃって顔に顔にキラキラアピール果たして鬼校長に通じるのか。どう、そうやってくれたわけやなもういきなりアピールしちゃおうぜみたいな感じ。なるほどね、オッケーオッケー。それはみんな相談して今決めてるな。はいはい、わかりました。でこの場でね、意外と校長のリアクションが薄いことはさておき、こんなにも自発的なアイデアを引き出そうとしたのにはある驚くべきプロジェクトを考えていたからなんです。素晴らしきかな、スーパーレディの世界。桜学院の校則七か条の元となったスーパーレディの人生、そして魂の一言を学びます。マリリン・モンロー、1926年アメリカロサンゼルス生まれ。本名はノーマ・ジーン・ベイカー。小さい頃はひどく貧乏で、里子に出されたり孤児院を転々とする辛い日々を過ごすが、彼女は映画女優になりたいという強い夢を持っていた。そんなある日、彼女を撮った写真が雑誌の表紙を飾る。彼女の美貌はアメリカ中で話題となり、ついに夢であった映画女優の一歩を踏み出します。思い続ければ夢は叶う、そう思った彼女は毎日寝る間も惜しんで演技に磨きをかけました。そしてついに映画ナイアガラで主演、悪女を見事に演じ大ヒット。アメリカのナンバーワン女優となり、ケネディ大統領など時代を象徴するような有名人も彼女の虜になりました。その時彼女はこの言葉を残します。お金が欲しいんじゃない、ただ素晴らしい女になりたいの。お金が欲しいんじゃない、ただ素晴らしい女になりたいの。ある目標に向かって自分に甘えず磨きをかけ続ける、それこそがモンローの目標とする素晴らしい女性でした。モンローの熱き女優魂はアメリカ人女性の見本となりました。あのモンローでさえ必死で自分に磨きをかけたんだな。これは誰かに伝えなきゃダメっしょ。ということでマリナ、やっ、いや保留地かこれ。あの桜学院のさ、校則7か条あったじゃん。あ、大丈夫か。あれでさ、一番最初にさ、マリリン・モンローとか言ってたじゃん。あれね、なんかリアクションおかしいぞ。すでに昔めっちゃ貧乏で、なんかすごい孤児院とかに行ってて、すごいなんか大変な日々を送ってたんだけど、うん、でも目だけはすごい見つめてるけどな。すっごいもう寝ないでめっちゃ努力して自分の演技に磨きをかけて今のみたいなスーパーレディになって、すごいっすね。すごいっすね。すごいね、見習いたいです ね。なんか巣が多いな。マリリン・モンローを越せるように頑張ろうね。頑張ろうぜ、ね、ありがとうよありがとうよ。最後は雑なんだなお前。いつもお世話になっているあの方たちは普段どんな仕事をしているのでしょうか。桜学院社会科見学。お世話になっているあの方が働く会社を訪れ社会勉強します。大きい。ということで今回やってきたのは桜学院の所属するレコード会社ユニバーサル J。 多くのトップアーティストの CD などを発売する立派な会社。そのユニバーサル J のマネージングディレクター和本さんに会いに来たんです。さんに会ったことありますか？あ、ライブの後とか、なんかのほほんって感じの人だなって思う。いや、のほほんって言っとくけど褒め言葉じゃないからね。ほんとほったらかすにはちょっと不安な4人がまずやってきたのはマスタリングスタジオ。早速お仕事のお話を聞くかと思いきや、杉崎のお腹にとんでもない異変が。
ードバイク。あ、うん、かっこいい。だから、なんと杉崎、まさかのお腹グーねえねえ、どうぞ。さらにあれ、じゃあ、あれイカ好きですか？が普通。あ、ねずちイカ大好きなんだよね。おつまみ系が桜が好きなんだよね。梅干しとか、うん、とかうなぎもとか、うん、はい、これ以上いるとお仕事もお邪魔になると判断。車内を見学しながらいよいよ和本さんの元へ。事務所の先輩福山さんにもきっちり挨拶。そして、はい、和本さんです。おー、どうも、はじめまして。ついに和本さん登場。和本です。くれぐれも質問には気をつけてよ。一個質問いいですか？はい、どうして桜学院と契約してくれようと思ったんですか？難しいこと。菊池、生々しいとこ行くな。桜学院っていう学校っていうコンセプトがね、とっても素晴らしいなと思っていて、まあ、学校が好きって言えば好きになって、なんかもっともっと楽しんで毎日過ごせるようになるんじゃないかなと思っていて、そういう夢をなんか桜学院と一緒に共有できるんじゃないかなと思って、ぜひ教室エンターテインメントやりたいと思って手を挙げてしまったんですよ。みんな思いは一つなんだね。そして和本さんからとってもためになる一言が、桜学園はスーパーレディを目指してて、はい、なんかスーパーレディになる条件はこれは欠かせなかったみたいなのはありますか？アイドルとかアーティストになるっていうのは、人にね、やっぱり夢とか、まあ、元気とかいろんなものを与えなきゃいけないじゃないですか。そのためにはやっぱり自分がね、あの夢をずっと見続けたりとか追い求めたりすることがとっても重要だと思うんですよね。なので一言で言うとですね、年中無休って。年中無休、年中無休の無が、ね、夢って意味なんだよね。なるほど。休は求めるって意味なんだよね。年中夢を求め続けるっていう。あ、すごい。この言葉忘れちゃいけないね。桜学院のみんなに教えてあげたいことがたくさん、たくさんの人に支えてくれてるってことがね、わかったね。あと年中無休と全力投球で、お世話になった方から学んだ大事なこと、ちょっぴり成長できたかな。桜学院です。そして校長から驚きのプロジェクトが発表。君らはまあ歌って踊ったりしてたくさんの人たちに幸せな気分になってほしいわけでしょ。だから歌う歌もみんなで考えたい。新曲をさ、やっぱりリリースしたい。その新曲を君たちが作るっていうのどうや。おお、すごいな。そう、12月21日に発売されたこの曲は生徒たちのアイデアをもとに作られたものだったんです。果たしてこの曲はどうやって生まれたのか。そこには校長が考えたとんでもない曲の方向性があった。で、君たち本当に小学生中学生、やっぱその学校行って、まあ、いろんなことを学んでると思うんだけど、授業はやめたんじゃないでしょ。でも先生が面白かったら授業も面白いかも。そうやろ、面白い先生いっぱいいる。新曲は学校でいろんなことを学んでる中で、うん、そのままだったら面白くないんだけども、こういう風にすれば面白く身につくよっていう歌を発見した方がいいんじゃないかなと思ってんな。うんうんってみんなうなずいてるけど、ただの新曲より授業が楽しくなる曲ってハードル上がってるぞ。それが楽しくなる歌があったらいいのにみたいなことを教えてくれ。はい、絵が上手くなる歌がいいです。絵が上手くなる歌、どんな絵を描いてるの？ひよこ。ひよこの絵を描く授業があるの？好きな絵を描きなさいっていうのがあって、うん、なんか絵描き歌じゃないけど、うん、もうなんか絵が上手くなる歌がいいな。まあこれ美術だな、もんな。はい。はい、一人一個ずつ言いましょう。はい。社会の今やってて歴
がよくわからないから、よくわからないね。歌にしたいかな。はいはい、でした。興味ある歌ね。最後は高森さん。最後高森。そうなんや。何が好きなの？なんか西郷さんはなんかこうドスコイ的な感じが好きで、やったこともなんかこう殺しちゃうみたいな感じのことじゃなくて、なんか市民の言うことを聞いてそれをなんか幕府に言うみたいな、そういう正義感溢れる感じ。素敵やな。はい。はい、じゃあ他と、あゆみは逆に自分が好きになったことを言うと、あの国語であゆみ百人誌が本当に大好きで、うん、なんでそんなの好きなのとか結構言われるんですけど、やっぱりなんかその意味をなんか知るとなんかすごい覚えやすくて、なんか昔はやっぱりなんか恋したくてもなんかいろいろできなかったとか、そういう辛い気持ちとかもすごい伝わってきて、そういう意味から知るとやっぱ嫌なことも結構覚えやすいかなって思います。あの時代の恋の歌とかめちゃめちゃあるもんな。だいたい百人誌は恋の歌な。恋の歌な、いつも恋の歌だよ。はい、ほか算数で公式とかを早く覚える方法。確かに公式な。大嫌い大嫌い。例えばなんか今速さの勉強してるんですけど、木下の話ですね。え、そんなあったか。え、木端。え、何それ、初めて見た。え、木下のハゲジジイって覚えてる。木下のハゲジジイ。わ、何なんだろう、これ何の公式やの。距離と速さと時間。わ、なんでこんな方に3つ分かれてるの。ここの、これが大物で、大物、そこが弟子なんですよ。弟子なのか。で、大物の下は終われるんで、大物の下は終われる。で、弟子同士だとかける。すいません、さっぱり意味が分かりませんが、これがゆとりってやつですか。すごい音楽が好きなんですけど、あの授業の初めに必ず自分の学校の校歌をあの歌うんですけど、なんかどうしてもそれがめんどくさくて、ちょっとそこだけ私は寝てたりするんですけど、なんかみんな歌でも寝てるやん。うん、でも確かに注意しづらいな、三好は。なんか桜学院らしい効果みたいなのを作れたら。効果かもや、はい、でもこっちの効果もちゃんと歌う保証はありません。で、また言いたいの。そう、算数がなんか今も大嫌いなんですけど、あのなんか奇数とか偶数とかなんか数がいっぱいありすぎて、なんか問題とか出されても何が何だか分かんないから、イライラする。いやいや、それが算数ってもんだからね。一気に覚えられる歌があったらずっと歌える。なるほど。ああ、こいつはどんな数やるのかな。うん、はい、じゃあ、はい、はい、国語が大好きなんですけど、漢字がどうしても分からなくって、で、先生がすごい前なんですけど、みんなが覚えられるように漢字に仮面ライダーみたいになんか付け足すのをなんか考えてきてくれて。出た？これもゆとり教育か。なんかもし昼だったら、なんか先生はやったのが昼で、ゆらゆらなんかこうやってやって、こうやってなんか耳とかつけたしたら仮面ライダーみたいになる。あ、なるほど。これをみんなでその漢字をいっぱい調べて、仮面ライダー何個かけるかみたいなゲームをする。仮面ライダーに限ってんのかいな。そしたらなんかいっぱい頭に入ってきて漢字が。ああ、楽しいよな。はい、あ、いい先生やな。先生覚えられるから、そんな歌もあったらいいなみたいな。なるほどなるほど。仮面ライダーヒューやろ、これな。はい、他は。ヒューはなんかどの教科とかじゃないんですけど、あの勉強しろって言われるのが嫌いなんですよ。ずいぶん根本的な話になってくるよそれ。今しようと思ってたのになんて言うのみたいな。だから頭が良くなんなきゃいけないっていうのはわかるんですけど、つまんないんですよ。ね、まあ、そこを変えたら全然変わんねんな。いいね、勉強したくなるんですね。そ
そして勉強が楽しくなる桜学院の新曲のテーマ候補が出揃ったところで、ついに決定したテーマが校長から発表。これでまず1曲作って、で俺今話聞いてて100人意識ってね、これってもともとね舞台やから昔の人たちが恋のことを歌にしてたわけ。それを今勉強っていうことになって嫌やなっていうことになってるから、そこに戻すっていうのがなんかおもろい気がすんねんか。ついに決まった曲のテーマ、しかしそれだけでは終わらない。百人誌の大会とかで出たことがあるんですけど、読む人とかはプロなんで、もうすごい上下がすごいんですよ。やっぱそういうの聞くと、あ、歌になるなっていうか、歌っぽいなって。歌っぽいよ。じゃあ、君たちが好きな句を自分で選んで、メロディーつけたいと思えるようなものを探しましょう。うん。それかっこいい、いいメロディーつけたらさ、文部大臣賞とか取れんのじゃん。次回は曲作りの中グーッときた恋の百人一首赤裸々告白。まあはまだ恋のことはよくわからないので、好きな人に会いたいのに会えなくてつらい。ついに桜学院の恋心が明らかに。